今ですね、かけているのは、ガラスコーティング、施工して7ヶ月経ったボディに水をかけています。結構今でも、こっちは持ってますね。まあ、やり直しただけに、例の傷つけ事件。ではですね、反対側の方に、シリコンスプレーをするために、まずこちら向かって右側に、水を吹きかけていきます。こう前日洗車済みなんですけど、まあ、本当はちゃんと一回一回洗車してからの方が施工はした方がいいと思います。これシリコンスプレーかけてます。ちょっとかけすぎかな。で、拭き上げ用タオルで水と一緒になじませるように、滑らせるように拭いていきます。なんかそのまま拭いてもいいんですけど、シリコン。なんか水と一緒に拭いてやると、よく伸びてなじみやすいということだったので、やっております。普段、井戸水でですね、週1回洗車してるんですけど、やはり井戸水だと石灰が多いせいか、もう焼けたところがね目立ってますね。結構スピードよく拭いてるつもりなんですが、まあ拭きながら今そう思ってます。さあ、お待たせしました。比較やってみましょう。もう一度ですね、ガラスコーティングのみの水はじきですね。よーく覚えておいてください。これよりまだ落ちたらすごいね。では、いきます。あ、もうこれ早速ですね。あーはーはーはー。もういきなり。シリコンの方はもうストレートに落ちる感じなんですが、ガラスコーティングの方は、みだらに流れ落ちるという印象が一発目ですね。ちょっと連続でやってみましょう。よいしょっと。うん。近づいたらこれ、明らかですよね。みだらでしょ、流れが。こっち、ストレート。ほら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 。まっすぐ、こう線が。こっちは一度固まって落ちるという感じですかね。ほら、もう全体で見ても一目瞭然ですね。気になるのは、ムラですね。一週間ぐらいはボディに染み込むまでに時間がかかるので、ちょっと見てみましょう。もうこれを全体に、ボディに全体にシリコンを施工したところですね。一週間ほど、お待ちください。よろしければまたご視聴ください。この辺も残ってますね。はい。20部でした。最後までご視聴ありがとうございます。さて、次はどの動画をご視聴されますか？チャンネル登録はこちらをクリック。またはひょっとこをクリック。グッド。お願いします。またのご視聴お待ちしております。